南区南区は、香港島の南側一帯にある行政区画である。香港18区の一つ。区議会選挙区は17。香港島を東西に貫く山脈よりも、南半分のほぼ全域がこの区である。西側から薄ス宿林、スーバ港、香港湖、高岳港、香港海洋公園、深見湾、浅水湾、赤柱、石尾などの区域が、 南区に含まれる。その他、香港後の対岸にある島、かもスが含まれる。香港と北側のビルが林立する地域とは、対照的で、この南区の地域は、海や家、山が豊富にあり、風光明媚な区域である。おおむね住宅地、または、セカンドハウス用地として用いられているが一部、高岳港、タワンなど工業地区も見られる。 所得水準は概ね平均以上である。ただし、スーバ港と香港の間にある、ハナフ村やカモスにある、リヒガシ村、カモス村などの政府の団地は例外である。高級住宅地は、ウスキタスクハヤシ、アサミズワンなどが代表的である。赤柱には、刑務所や軍の施設があり、また欧米人が多く住んでいることで有名である。ここにある、 赤柱市州最近、この香港島南側にも在港日本人が増えてきている。特に、薄北宿林とカモスの海半島である。区域内の交通は、バスやタクシーのほか、今週駅からカモスの海半島駅を結ぶ南高等線が2016年末に開通した。香港島南西部を通って、南高等線と西高等線をつなぐ南高等線も、 計画されている。観光名所が多く、映画、五条の舞台としても有名な浅水湾や、赤柱、大波湾、石王などのビーチ、海洋公園などがある。また香港後の水上家屋群の中に浮かぶ、水上レストラン、ジャンボもある。ありがとうございます。